こんにちは。女の人と男の人が話しています。女の人のコートはどれですか？じゃあ、私は先に帰ります。そうですか。じゃあ、コートを、山田さんのコートはどれですか？それです。その、白くて長いのです。ああ、これですか。いいえ、その、ポケットがない方です。女の人のコートはどれですか？男の人と女の人が電話で話しています。女の人の家はどこですか？もしもし、田中さん？駅に着きました。今から行きますから、道を教えてください。はい。駅を出て、橋を渡ってください。はい。橋を渡って、右に曲がってください。私の家は、公園の前にあります。はい、わかりました。ありがとうございます。女の人の家は、どこですか？女の人が、話しています。この女の人はいつ買い物をしますか？来月の2日から8日まで海の近くに旅行に行きます。海を見ながら本を読んだり、美味しいものを食べたりしたいですね。それから帰る日に少し買い物をします。この女の人はいつ買い物をしますか？女の人と男の人が話しています。テーブルはどうなりましたか？じゃあ、お皿を並べてください。はい。大きいお皿を置いて、右側にナイフ、左側にフォーク。お箸は？そうね、ナイフの隣に。あ、コーヒーカップはまだいいわ。テーブルはどうなりましたか？男の人と女の人が電話で話しています。女の人の部屋はどれですか？もしもし、鈴木さん？山田です。山田さん？今どこ？みんな待ってるよ。ごめん。今、アパートの前。私の部屋。わかる？305だよね。3階の部屋？そう。階段登って、すぐの部屋。階段に一番近い部屋だね。わかった。今行く。女の人の部屋は、どれですか？またお会いしましょう。